ということでオイル交換、していきます。前に入れた、オイルね、燃費どれぐらいかということなんですけども、これね現在は、この間入れたね値なんですけども、リッター充電結構ね高速とか走ったんで見てます。いやトータル、はい、トータル 10.7、キロですね。リッターあたり 10.7 キロ、はい、走行距離はと言いますと、6000キロ、走ってます。はい、はい、そしたら、次に入れるオイルですけども、こちらですね、はい、またね AZ の、これは何 CEG-001、ハイブリッド、0W20、こちらをねちょっと使っていきたいと思います。でレボーグの場合ね、あのオイル交換のフィルターから変える場合はね、あの5リッターぐらいでいいので、一応2缶はね、こちらがね前回、前々回かな、あの使っていたオイルですね。前はね OW30、これで、この AET かな、っていうこれあの何だな添加剤あの入ってるやつを使ってましたけども、結構ね粘度高いんですが、燃費は確か伸びてたと思います。で、ね、今回計測したのがこちらの、やつですね。このオイルが、桜製油所さんの 0W20、プラス SP ですね、のオイルを使ってました。これでだいたい 6000km で 10.4 というような燃費が出ております。だいぶ惚れてますね。結構早いですね。もうこれで 1.5、 もうすぐ2リッターになりますね。はい、オイル交換作業を進めていますが、ここで燃費のおさらい、まとめを紹介したいと思います。まずは初めに入れたあの AZ の CEC-002 のオイルからになりますけども、まずこちらがですね、粘度が 5W30 で、走行距離が、3563.1km で、燃費がですね、この時は 9.7km ですね。リッターあたり 9.7km ということで、計測結果出ております。これがですね、レボーグでは初めての計測になるので、まずはこいつを基準としてね、計測をすることになりますが、次に入れたのがですね、桜製油所のオイルですね。こちらがですね、粘度の方が 0W20 で、走行距離が 6266.3km で、燃費がですね、なんとリッターあたり 10.7km ということで、計測結果の方が出ました。普段のね単品計測でしたら、前の、AZ のね002とあんまり変わらないのかなって思ってたんですけども、こうやってね長距離でのね計測をこう見た時に結構ね差が出ましたよね。
ということでね、 AZ オイルと今回の桜清書の、オイルを比べるとですね、リッターあたり1キロも燃費が向上するということが分かりました。はい、本当はですね、同じ銘柄の粘度違いをちょっとねやりたかったんですけども、今回ねこうやって検証できて、まあ参考にはなるのかなと思っております。ミニクーパーの時もそうでしたが、やはりね粘度を下げると燃費は良くなるというのが、まあこれでね、改めて証明されましたね。で、計測の仕方も今回はツーリングコンピューターで3000キロ以上の長距離走行での、計測なので、結構信憑性の高いデータなのかなと思います。どうしてもね、給油から給油までの計測だとデータとしてはもう少ないので、まあミニクーパーの時もいくつかデータを取って平均とか出していましたけども、今回はコンピューターをね使っているのでね、良いんじゃないかなと思います。今回入れた AZ のオイルも 0W20 と桜製油所の粘土とね同じなので、ちょうど今度はですね桜製油所さん対、AZ さんの勝負となるのでね、次回のね検証が楽しみですね。まあ今までもですね、オイル検証いろいろやってきたわけなんですけども、車種別でねオイルのこの粘度を変えてこう試してるんで、どれもね結構こう燃費が向上しているということで、この粘度を変えての、検証というのはこれで一旦一区切りかなと思います。あとはね高級オイルを入れればどうなのかっていうのもね、ちょっとお小遣い余裕があれば試していきたいと思います。はい、それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。